ファイヤースカリクムによるダンスリフトリフトはフィギュアスケート競技のペア並びにアイスダンスにおける要素の一つの総称。フィギュアスケートにおけるリフトはペアで行われるものとアイスダンスで行われるものとに対別される。一般にペアで行われるリフトはペアリフトと呼ばれ男性が女性を高く持ち上げるのに対しアイスダンスで行われるものは ダンスリフトと呼ばれ男性の頭より高く持ち上げることはなく、時には女性が男性を持ち上げることもある。国際スケート連盟のルールでは、リフトはペアおよびアイスダンスの必須要素となっている。リフトの種類も細かく分類される。フィッツァーレックス組による、リフトペアにおけるリフトは大別すると、リフトとツイストリフトの2種類がある。ISU ジャッジングシステムでは、 リフトとツイストリフトのどちらも B から4の5段階でレベルという概念が取り入れられておりレベルの数値が大きいほどが高い基礎点が与えられるこの判定は技術審判によって行われレベルアップはガイドラインに沿うレベルアップの要件を満たすかそれと同等と言える工夫が見られた場合に認められる要素の出来栄えによって声で加点減点の評価を受けるリフトは 男性が女性を頭上に持ち上げて下ろすことを指す。持ち上げる、際の支える位置や持ち上げ方によって、以下の5グループに分けられている。バイストレント組によるツ、ツイストリフトツイストリフトは、男性が女性を投げ上げて、空中で回転し、女性をキャッチして着氷するものを指す。女性が踏切り、男性が女性を腰の位置で髪型へ投げ、女性が回転した後、 男性が女性を腰の位置でキャッチして降りてくる。踏切の際に女性が大きく足を開くスプリットを伴うことが多いため、スプリットツイストリフトとも呼ばれる。失敗すると大怪我をする恐れがあるため、高い技術に加え男性と女性の信頼が重要となる。ジャンプと同様に女性の踏切時のエッジによってさらに細かく分類されるが、サルコーとループはなくトーループ。 ルッツ、アクセルの3種類となっている。略記では各ジャンプの種類の略記の交尾に、テーラー・ワッツが付加されていたが、2012から2013シーズンより、採点表には、アクセルツイストリフト以外の踏切は、回転数のみが表記されることになった。3回転ツイストレベル4の獲得は、非常に困難であったが、2012から2013シーズンのルール改定により、 レベル4を獲得するペアが出始めた。最初にレベル4を獲得したのは、ロシアのリーナ・フェードロワ、マキシム・ミロシキン組である。ISU 公式大会で4回転ツイストリフトを初めて成功させたペアは、中国の超単、超広し組。1987年の世界選手権で、ソビート連邦のエカテリーナ・ゴルデーは、セルゲイ・グリンコフ組が、 ほぼ成功と言える状態まで持っていったが、ISU の認定はされなかった。アイスダンスにおけるリフトは、ショートリフトとロングリフトの2つに分類される。ショートリフトは6秒以内、ロングリフトは12秒以内と制限時間が決められており、違反するとマイナス1の減点となる。ISU ジャッチングシステムで、ダンスリフトには1から4のレベルが定められており、 レベルの数値が大きいほどが高い基礎点が与えられる。この判定は技術審判によって行われ、レベルアップはガイドラインに沿うレベルアップの要件を満たすことで認められる。要素の出来栄えによって、声で、加点、減点の評価を受ける。レベルアップの要件としては、リフトする者の,の姿勢が難しいこと、リフトされる者の,の姿勢が難しいこと、高度な姿勢変更、片手で行うこと、 手による直接の指示がないことなどがある。ローテーショナルリフトでは回転の回数も加味される。男性が女性を持ち上げるのが大半であるが、逆の組み合わせが禁止されているわけではなく、稀に行われることがある。ISU ジャッチングシステムにおけるリフトの得点はフィギュアスケートの採点法を参照。ありがとうございます。